はい、皆さんこんにちは、チェでございます。吉綱さんで太鼓さんね、やっていきたいと思います。小田原城攻めです。もういける気がしませんね。これは教習で言っておきましょう。まあね、塵も積もればなんとやらと思うんで、頑張っていきましょう。姉小路、頼綱様の軍団が小田原城を攻略しましたぞ。ここ小田原城じゃないの？お？ちょっと意味が分かんない。どういうこと？あの二人とも、二部隊とも小田原城行ってましたよね。小田原城を攻略しましたよって出たのはどういうことなの？え、姉小路さんどこ行ったの？小田原城って出たよね今。ちょっと待ってね、地図見てみましょう。あ、これ、あ、小田原城じゃなくて小田城か。小田原城、あ、私勘違いしたんだね。でもまだ水軍が来てないようなので、これ水軍来られたらもう今回ばかりしっちゃかめっちゃかなっちゃうね。はい、減らないね。こんな3000いる兵を削ろうとするのがそもそも無理なので、無茶なので、もう落としていきましょう。これで落ちたらすごい嬉しいよね。まだまだ頑張れるね。でもだいぶ防御力落としてるはずなので、城のこれでも援軍、あ、ひょっとしたら敵の城の規模によって援軍の数って変えれるのかね。そんな気がしてきましたね。で、忍者欲しいね。絡めてを落とせたらまた違うんでね。もうこれ普通に強襲できるでしょ。あ、四の丸が陥落しました。よし、三の丸にと。敵が、あー、来たー、水軍が。来ちゃった。これ牙にしてても仕方ないよね。牙にしてても仕方がないので、鉄砲、私が鉄砲しましょう。で、残りは足軽だね。船で牙や、あ、でもあれか、万が一があるよね。でもただね、万が一があるんだけど、万が一があるんですけど、もうこれ委任するしかないわ。もう突っ込んでいくのはもう目に、お、来た。お、城とっとと取り囲んでやっちゃいましょう。あ、そうだ、これコメントでいただいてましたね。ひょっとしたらこのパターンでうまいこといくかもしんないって。城取り囲んで入れないようにしちゃおう。もう水軍どこの話じゃなくて、これで落とせたらすっごいラッキーだからね。あ、徳川さんだ、手伝いに来てたの今回も。で、私どこ、私、あ、ここか。私はとりあえずそのままじゃ使えないので、あ、委任すべてね。で、特技、あ、委任しない方がいいのか、取り囲むんだったらしろ。あ、でもちょっとめんどくさいもんね。あ、これはいいかもわかんないね。まあでも、千成病団だね、とりあえず私はね。あ、これは水軍、あ、変に兵力があるから出てくるんだ、敵が。お、強い強い。ただ私この後風林火山使うからね。
なるべく城に入れさせないようにしないといけませんね。もう水軍だからね、もうそうやって撃ってくるのはもう目に見えてんで、いやもうこの際水軍は気にしないようにしましょう。やっぱりね、水軍来ちゃうとね、こうなっちゃうわね。さあ、私、ああ、そうか。まあ、こうなっちゃうのか。まあ、ちょっと一本出ようか、一本で。あ、使えないんだ、多分これ。使える？風林火山。あ、やっぱりね、水上じゃ使えないんだ。これ動けないんだね。まあ、風林火山使っちゃいましょう。おお、連携いったね。城に入られたら厄介。お、ぽよよんしたね。入っちゃった。多分中入ったね、今城の。これ落とせるかな。いやこれうちの兵めちゃくちゃ損傷するわ。あ、逃げられちゃったね。もう多分城の中に一部隊入っていたのが見えたので、めちゃくちゃ大きな戦になっちゃってんね。で、私はこれで、これ誰？あ、軍団長だ。囲んじゃえ。特技、千の指を出しがないのか。まあ普通に攻撃するか。あ、この人抑えたら勝てるわ。軍団長出てきてる。おお。混乱した。これ小田原城落とせんじゃないかい。ほら、お、勝った。コメントでいただいた通りになったね。いやー、こんな落下ができたとは思わなかった。あ、信繁さん頑張ったね。次私か。いやー、何人捕まえました。捕まえ、あ、そっか、私が攻めたんじゃないから。おお、はい。いや、小田原城に引っ越すよ。小田原城に引っ越しましょう。まず君たちいる？いないね。いやー、よかった。殿ご存知ですか？まさきさんは芸術品を好みと。表情。あ、何？あ、親父帰ってきてるのね。いや、吉津子さんでやりたいな。大変だろうけど。もう、この人ね。もう今、この人に夢中だわ。非常に残念なんでね。調子いないのね。うん、一人もおらぬぞと。何をするのじゃと。いや、引っ越ししましょう。拠点移動。あ、いや、これ、小田原城落とせると思わなかった。あ、兵士めちゃくちゃ減ってるけどね。でも、あら、こんだけしかないの？あら、意外。はい、小田原城落としますよ。さあ、じゃあ、小田原城に帰りましょう。さあ、あ、鬼庭さんだ。おお、殿と、奇遇でございますなぁと。はい。はい、ありがとう。じゃあね、城行きましょう。はい、趣味をやられた方ね。妻と話しましょうか。あ、召し上がりましょう。うん。はい、お味はいかがですか？うまいと。うんね。はい、いや、こんなに簡単に小田原城が落とせるとはね。
まあ大筒取ってたんですけど、ただ大筒舞台はね、私ちょっと夢があるんで、大筒大舞台で大筒弾いていくとすんごい楽しいらしいっていうのは、まあ手間かかりますけどね、聞いたので昇進はいません。ね、じゃあね、神社は無理なので、輸送ですね。配送先を知って、物資集めたらね、ちょっと、城預けるのがかわいそうになったような気がするんですけど、集めよっか。戦闘中でない直轄城の実が、こっち、はい、兵糧で物資を集める。あ、兵糧集めたらまずかった気がするな。兵糧179万石、あ、嬉しいね。で軍資金で、物資を集める。で、わ、225巻も詰まりました。で兵士も集める。で兵士5万になったね。で、軍馬で、武士を集める。これね、失敗したような気がするんですけど。で大筒ね。でこれで拠点をね、自拠点を見たらね、どえりゃ異なるような気がするんですよ。これほら、軍資金ゼロでしょ、兵糧ゼロでしょ、ほらやっぱり攻められたら終わりじゃないっていうそうなるんだよね。だから兵糧集めたらダメなんだよね。あ、でも分配ね、ちょっと待ってね、もう一度拠点ね、一覧、もう自制力は残ってるんで、自制力は残るんで自拠点だけなので、で兵士は綺麗に分配されるんだね。なので、兵糧なかったらね困るもんね。そうだね、これをいちいち表情でやらないといけないんだ。輸送、直轄城に分配、兵糧ね。はい、これでどうなんの。で分配、あ、6万。あー、使い難しいねこれ。じゃあちなみにね、もうゼロでやってみようかね。ゼロでやってみよう、怒られるのかな。いや多分ね、そんなことないと思うんで、これ多分、でも兵糧攻めされるよね、集めちゃうと。まあ一応ちょっとやってみましょうか。もうこれで落ちるなら、もうそれ仕方ないにしましょう。で、ただちょっとね、ちょっと人に分けてあげたい城があるんです。もうこれから織田になるんで、ここだね、ゼロゼロなってるんで、ここでね、で、決定で、で入れ替え。小田原城から兵士に5万8000人になっている、あ、5800人なんですけど、まあ、初めはいいか、軍資金をね、5万貫ぐらい。で、兵糧を、これ1、10、100、1000、万、あ、10万、10万石ね、分け与えて、これで決定。で、戻りましょう。で、城主に任しましょう。で、ここは長さんだね。ここを、
家老のね、朝倉さんってこれ、あ、こっちの朝倉さんか、これダメだな。あ、市倉宝牛さんね、市栗か市栗か、牧前さんもね、いいんだけど、ここのへさん、ガモーさん、あ、笠井さん、あれ、あ、笠井さんはいいのか。あ、もう高坂さんだな、前線だから高坂さんだな。あ、でも武田さんもいいんだよね。あ、春宗さんもいいか。あ、でも春宗さんもうちょっと置いとこう。高坂さん、高坂さん与えよう。はい。で、あと前線となると、あ、これも前線か。いや、これ半兵衛さんか。で、こっちは、あ、姉小路さんだね。うまいこと、うん、まとまってますので、うん、境目はね、これでよしとしましょう。で、あと与力ですね、派遣しましょう。はい。派遣する武将ね、家老一人つけてもいいかな。いや、とりあえず、武将、そうだね、武将、家老はね、上司にしてあげたいなっていう思いもありますし、大崎さんで、あら、こんだけしかいないの今。侍大将岡部さん、あ、岡部さんつけてあげよう。え、で、ま、あー、まからさんつけとこっか。で、あと一人は武将にし、うわー、あー、渡さんね。はい。はい、これで、これにしときましょう。で、守命伝達、こんだけしかいないのよね。軍事、あ、いや、内政でお願いしちゃおっか。これ、城に、お米がないのに、ないので、農民から、民から怒られないのかね、反乱とか、起きやすくなったりしないのかね、ちょっと不思議に思うんですけど。と思ったらいい時間来ちゃって、ごめんなさい。いや、まさかね、小田原城が落ちるとは思いませんでした。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。